今回はウォッチザロックの山田亮に対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。悪辣なバンドガール、貸した金返せよ。ボッチ以外金を取り返す気がないよな。他の女は貢いでるけど、ボッチは断りきれなくて取られてる感じだから。ボッチには一応お返してるけど、行くよにはちゃんとおごらせてるの。クズ山、おごってもらえばお金返さなくて済むのでは。水虫は自分からおごるおごる言い出すからな。アニメの範囲だとなんだこいつ感がある。アニメの範囲外でも金を借りることが試し行為になってる女。切れたボッチに殴られても、なんで殴られたかさっぱりわからないんだよね。ありえそうだから困る。ビンタするだけでその後ずっと怯えそう。メンタル一番弱いからな。金持ってないのにおしゃれカフェにボッチちゃん呼び出しておごらせようとしたの、普通にやばいよね。恵まれた家庭環境からのこれ、というか一回親御さんからマジに怒られろ。親御さんに問題あるタイプの場合どうすれば。あの親だしな。今日はりょうちゃんがずっと家にいる記念で休診日よ。これ作中屈指の問題発言だと思う。山田のクソさを10とするなら親は100くらいだぞ。可愛さだけで許されてると、年取って可愛くなくなった時大変だぞ。そもそも返すつもりないだろこいつ。借金はなんやかんやでいつか返すタイプだと思うよ。おごられることには一切抵抗がない。山田の場合ヤバいやつと思われる方がかっこいいという浅はかなキャラ作りでやってるとこもあるからな。外食大好き、映画大好き、古着大好き、楽器大好きで一人遊びしまくってるんで、毎日金が飛びまくってると思う。自制心はおそらくない。実家が太すぎて金に対してありがたみを感じないまま育ってるのいいよね。作曲から編集までこなせる有能だから許すが、くさくってるのがネタじゃないっぽいの怖いよこいつ。いろんな意味でアニメ範囲語が本番な女。全体的にマイルドなアニメ版で、部分的に原作より悪化してるのこいつだけでは。叱ることができない親に育てられた結果生まれた現代のモンスター。ボッチちゃんよりも深刻だろ山田。正直ビジュアルは一番好き。山田は顔がいいのが許されてる要因の一つではあるからな。それ以外にもいいところはいろいろあるけど、山田にも唐突に変な設定生えてきそうで怖い。くさくってる時点で十分変だから安心せい。どんなテク使って人から金を借りまくってるのか興味ある。まずはファミレスの時のような瞳うるうる攻撃だろう。クールなクズに見えて実は感情豊かな性格の山田、すごくいいよね。クズなことには変わりないけど、皆さんはボッチザロックの山田亮についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。